ここになってくるわけですよ28位なんですよここでね1試合出ただけではいゴルフの楽しさを伝えるゴルフエバンジェリストのリョですいやー強かったなはい国内ツアーの第13戦リゾートトラストレディース最終日の結果をお伝えしたいと思いますそれと あと、獲得賞金ですね。獲得した賞金と、あと、メルセデスランク、新しい結果が出ていますので、そちらもお伝えしたいのと、あと、コメントも返しあの、最後にね、読ませていただきますけどもね、あの、リクエストがあったね、日本ダービーの予想、AI が予想したの当たったかどうかっていうのも最後にちょろっとお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日、まあ、グラウンドでね、 すごい映像が飛び込んできたんですよ。見た方わかりますかね最終組がね、まあ、ティーグラウンドに出てきた時にね、金沢しなちゃんが靴紐を結び直してたんですよ。立ったままね。まあ、しゃがんでじゃなくてね、まあ、ミニスカート履いてるからね、しゃがまないで、ね、まあ、立ったまま、あの、靴紐を結び直してました。お っていうね、<laughs> 映像が飛び込んできましたね。まあ前、前鏡になっちゃうじゃないですか、どうしてもね。まあ、しゃがむと見えちゃうからね。が、あの、しゃがまないで立ったまま靴紐をね、前鏡になって結んでたんですけどね。まあ、後ろからね、まあ、ちらっと見えたのが映ってきてしまったのでね。あれ見て、おっと思った方いると思うんですけど、私は全然興味ないですけどね。全然興味ないですよ、私は。全く興味ないですけどね。 まあ、興味ある方もいるかなと思ってね、お話ししてますけどね。はい。白いものがね、ミニスカから見えていたのでね。おっと思った方いるでしょう、どうせね。<laughs> まあ、あのー、ね、UNEXT とか d a z o 見てください。はい、ちゃんと映っておりますのでね。それから、出だし見てください。こちらね。出だしでで,ですね、あのー、原エリカちゃんと山下美優ちゃんがね、 まあ、岡山エリちゃんとかもそうですけどね。まあ、3連続バーディーしょっぱなから出て、もうこれはちょっと、あのー、伸ばし合いになるんじゃないのかなと。まあ、ちゃんももも見てください。前半5つバーディー取ってノーボギーですからね。31で回ってますから。これはちょっと伸ばし合いになるのかなと。まあ、4番ではね、あの、武田りおちゃん、ホールインワンの800万円、 取るかなっていうね、なんかちょっと期待してしまうような惜しいショットもあったりしてね、2つ伸ばして追い上げてきてましたし、いや、このバーディー数を見たら、最終組もどんどん伸ばしていくのかなと思っていましたけど、全然違ったね。まあ、初優勝を狙う桑木翔ちゃんもね、1番でバーディー取って3打差でしょう、これでね。いやー、伸ばし合いになるかな。でも応援してたクちゃんの組ね。 小岩さくらちゃんと、まさだゆめのちゃんと、尾関あみうちゃん。この3人の組が、なかなか伸ばせないっていうね、ちょっともどかしい、あの、時間がありましたね。尾関あみうちゃんね、1番でボギー打って2番の3メートルのパーパット決めてね、なんとか連続ボギーは逃れたんですけど、ゆめのちゃんがね、昨日結構決めてた長いパット、 パーパッドがね、入らなくて、1番では 3m ぐらいのパーパット外して、で、続く2番のパー5でね、3段目が手前のバンカーに捕まってしまって、バンカーからうまく出したんですよ。で、2m ぐらいについたやつが、パーパッド、カップに蹴られて連続ボギー打っちゃったんですよね。これがね、でもね、3番でセカンド 3m につけてね、これを沈めてのバウンスバックしたのでね、なんとか、まあ優勝とまではいかなくてもね、 この試合3位以内に入れば、翌週のヨネックスレディース出場権得られますから、なんとか3位以内に入ってくれということで見ていましたけどね。で、次どうなったかというとね。次、こちらですね。はい。まあね、ちょっと、 そのまま伸びるかなと思ったんだけど、ちょっと膠着状態が続きましたね。結局ね、あのー、どんどん、まあそりゃそうだよね。そのまま伸びたらね、みんな10アンダーとか伸びちゃうから、そりゃそうだよねとか思ったんだけど、まあなかなか伸びない時間がありましてね。小林みつきちゃん、あ、小林みつきちゃんじゃない。あの、小林夢香ちゃんですね。夢香デラックスの方ですね。 まあ、上2人がね、まあ、明恵ちゃんはいきなり初っ端のボギー打ったけど、3番で取り,か取り返してね、1打差のままずっと来てたんですけどもね、なかなか縮まらずに。で、夢かデラックスが2つ伸ばして3打差に上がってきて、一緒に回ってるジャンボ軍団の原井梨香ちゃんと、を伸ばしてるなという感じでしたね。まあ、そのもう一人ね、一緒に回ってたのが武田梨央ちゃんですよ。同じダイヤモンド世代ね。飛距離で引け,引けを取らない2人ですけどもね。 で、まあこの人たちが、まあ盛り上げて、ちょっと吸収してね、2桁アンダー出してる2人に追いついて、もう混戦になるのかなっていう予想はこの時してたんですけどね。まあ山下美桜ちゃんも7番でね、しっかりバーディー取って4打差に追いついてきましたから、いや、これは大混戦になるのかなと思っていたんですよ。で、次ですよ。 次はね、あのー、6番でね、岩井昭恵ちゃんがバーディー取って並ぶんですけども、武田里夫ちゃんがね、また7番のパー5で2オンして、まあ、イーグルパット4メーターぐらいだったんだけどね、これね、20センチほどショートしたんですよ。おー、イーグルと思ったんだけど、20センチぐらいショートして、で、イーグル逃しのバーディーということで3打差に詰め寄ります。で、サクちゃんがやっと10番で、 あ、10番じゃない、6番で、ね。12、3メートルの長いバーディーパッドこれね、ツイッターに出てます。あのー、私、ずっと見てたんですよ。あのー、ツイッターとかを確認しながら見てたんでね。ツイッターにすぐ出ましたね。はい、映像が出てました。もう、12、3メートルあったよ、あれ。長いバーディーパッドぶち込んでね、その前のパッドとかね、結構惜しいバーディーパッドあったんだけど、入らずでね。やっとエンジンをかけたかなと。 これ3打差ですね。で、岩井千里ちゃんと岡山えりちゃんの2人は、もう後半に入ってからの10番でね、2人ともボギー打って6打差。ここで6打差は残りのハーフでね、さすがにきついでしょう。もうね、ちょっと万事休すかなっていう感じではありましたけどね。で、原恵里香ちゃんも連続ボギーでね、いや、ここはもうちょっと厳しいかなと。で、 夢のちゃん、どうしたんだ。まあ、サクちゃんがね、バーディー取った6番で、まあ、あのー、藤田カレンちゃんもそうだけどね、ここボギー打ってしまってね、いやー、どうしちゃったんだ、言って。なんとか、でもね、まだ3位以内を目指してね、あのー、頑張ってほしいと。まあ、3打数ですからね、まだいけるという感じで見ておりましたね。 藤田カレンちゃんはやっぱり最終組の重圧かなと思いますけどね。やっぱりね、明るくね、こう楽しみながらって言うんだけど、やっぱり最終日の最終組ってなると本当にね、いや、見えない力が働くんじゃないかなと思いますけどね。もう本当になんか、あのー、よくわからない、こう呪縛があってね、それを解かない限りは。 なかなかここから飛び出せないという感じのところありますよね。なんかわかんないけどね。そして次ですよ。岩井明恵ちゃん。7番でね、パー5、ここね、ほぼ2オンみたいな感じでね。まあ、ちょっと、カラーからラフに入ったところ、ちょっとね、外れたところですよ。もうほぼ乗ってる感じ。これアプローチ、パターンで寄せに行ったんですよで。もう少しでイーグルっていう惜しいアプローチを見せて、ここは楽ラク,ラクバーディーでしたね。 で、連続バーディー来て、トップに立つんですけども、8番のショート、ここね、ホールインワン800万円のこのホールですよ。まあ、このホールだけじゃないですよ。全ホールですけどね。パー3、4ホール、全部800万円かかっていましたけどねで、このホールでボギー打ちます。まあ、グリーン奥行っちゃって寄せられずボギーだったんですけども。で、金沢しなちゃんはどうかっていうと、ずっとパーだったんですよ。で、パーだったんですけども、パッと とはすごく安定してましたね。危なげない。8番はね、8、9メーターあったけど、まあ、かなりのフックラインをね、あと一筋っていうところで入らずの惜しいパーだったんですよ。いやーいつ崩れるかわからないみたいな感じじゃなくて、いや、いつバーディーラッシュ来るかっていうようなプレイに見えましたね。ここまでのプレイを見てね。まあ、5番でね、セカンド打った時に、 岩井ちゃんがね、こうカメラさんの方をね、カメラさんが持ってるカメラ向けてね、あの手で静止するみたいな、ちょっと離れてみたいな感じのね、場面があったんですよ。集中してるんでしょうかね、やっぱりね。ちょっと近づいてほしくないっていう感じのところはあったのかもしれないですよね。で、その一方の金沢しなちゃんなんですけど、なんとかパーセーブが続いてるんですけどね、5番、5番のね、バンカーショットもお見事でしたよ。 メンタル的なところをね、シンジエ選手に教わっていた、いたって言ってましたけどね。なんとかここを、なんて、なんていうのまあパーで切り抜けて、なんか心を乱さずにね、今これから打つ一打っていうものにこう全部集中してね、あの、行きなさいと。もう100%この一打に集中しなさいと。前のショットはもう関係ない。もう起きちゃったことなんだからもう関係ない。引きずらないで、今この一打。 っていうのにもう100%集中して、もう、あの、どんなプレイであったとしてもね、あの、前のプレイがどうだったとしても、今この一打が大事なんだから、ここに100%注ぎ込むっていうようなことを教わったと言っていましたね。で、夢のちゃんなんですけどね、7番のパー5、これね、3打目ね、5メーターぐらいについたんですけど、これをぶち込んでのね、バウンスバック。 今日2回目のバウンスバックですね。よしよしと。3位までには何とか入ってほしいと。ねあと2段。なんとか縮めてほしいと思って見ておりましたけどもね。で、その次ですよ。ね岩井昭恵ちゃんがね、9番で連続ボギー打つんですよね。くちゃんも9番でボギー打っちゃって、4打差になっちゃうんですけども。あとね、増田夢乃ちゃんと、尾関亜美桜ちゃん同じ組で回ってる子みんな、 3人とも9番でボギー打っちゃってさ。いやー、ちょっと3人ともバーディーっていう、そっちの方で行ってほしかったんだけどね。やっぱ9番難しいだよね。みんなボギー打ってる。本当にね、ちょっとね、なんとかしてくれと、ちょっと応援していましたけどね。まだ、でもね、3位タイまではまだね、諦めなくていいよという感じで見ておりましたけどね。で、 次ですけどね、そして、もうだんだんとね、風が出てきたんですよ、この時ね。上位陣は、もうしばし、こう、なんていうの、硬直状態というかね、なかなか、こう、動きがない状態。まあ、でも、惜しいバ,バーディーパッドとかもね、あったり。あと、まあ、下の方に出てきた岩井千里ちゃん、10番、11番、連続ボ,ディボギーでね、もう、はい、消えましたと。 いう感じのところはあったんですけど、連続バーディーでね、トップ10にまた戻ってきましたね。で、夢のちゃんが10番でまたバウンスバックしました。3回目のバウンスバックです。はい。もう、しぶこちゃんの、ね、バウンスバックを奪うんじゃないかっていうぐらい、もうバウンスバックしまくりでしたね、今日はね。なんとか逆にこう、バーディーバ、バーディーラッシュとしてね、いってほしいなと。こう、硬直状態が続いている間はね、もう、まさだ夢のちゃんにフォーカスがいくようにと。 思っていたんですけどもで次ですよ。金沢しなちゃんが12番でね、ラフからの2打目、これが手前のバンカーに捕まります。しかもこれが目玉です。なんとか出しましたよ。よく出しました、これ、目玉だったけど。で、5メートルぐらい残っちゃって、で、これが入らずに今日初めてのボギーと。初めてスコア動いたのがボギーっていうことなんでね。 ちょっと逆だったらね、展開がどうだったかなという感じのところはありますけどね。で、逆に1メートルのバーディーチャンスにつけた昭恵ちゃんがこれを決めて逆転しますね。金沢しなちゃんはこれでガタガタとならずにね、シン・ジ選手から教えてもらったように、ちゃんとね、あのー、気持ちを入れ替えてね、今の一打にこう集中してっていうふうに思いましたけどね。で、 ふわきしほちゃんも14番で決めてね、5メートルぐらいであったやつをね、バーディーパッド決めて。で、武田りおちゃんもですよ、15番で取って、2人が10アンダーで追いかけてきましたね。で、応援してるさくちゃんとゆめろちゃんが伸びてこないというね。まあでもこの後連続バーディーとかあれば巻き返しできるからと思って見てましたけどね。で、次ですけどね、13番でね、あきえちゃんが連続バーディー で2打差にしますちょっとこれそのままいっちゃいそうだなと雰囲気がありましたけど桑木翔ちゃん15番でね1.5メートルのバーディーパット外してね連続バーディーにならなかったんだけど次の16番で取って11まで持っていきますで武田里夫ちゃんも連続バーディー来て11もう16番なんかもうカップ3つぐらい右に打ち出して 最後もうカップの近くになってから直角にギュッと曲がってね入りましたからね16番のすごいバーディーパットでしたねこれはいや何ちゅうラインだともう本当に直角でしたよもう右にもうカップ右にもう外れましたという感じでしたよねそしたら直角に曲がってカップインしましたからね なんじゃこのラインはと思いましたけどね。で、金沢しなちゃんがね、なかなかバーディー取れずに、まあ下の板も2位グループに吸収され,されてしまった感じですよね。でも納豆娘ですから、ここから粘ってね、最後まで優勝争いしてほしいという感じで見ておりましたけどね。で、 武田理央ちゃんが17番でも取りましたよ、ここね。3連続バーディーでね、1打差に詰め寄ったんですけども、明恵ちゃんが15番で、3メートルぐらいにつけたパットを沈めて2打差に広げます。いや、これはちょっとね、追いかける方はきついよね。これだけバーディー取られちゃうとね。金沢しなちゃんもまだバーディー来ないんだもん。 15番もね、いいパット打ってるんだけどね、あと少し入らないっていうね、ホールが多いんですよね。なかなか決まらないっていう。まあでもね、あと4ホールあるからと思って見てましたけどね。あ、4ホールじゃなくて3ホールか、ね。で、17番でね、まだパー3あるでしょう。ホールインワンでね、800万円もあるし、ここでホールインワンしたらね、まあイーグル扱いじゃないですか。 なので、2打縮まりますよね。まだ分かんなくなっちゃうでしょこれ、1打差になっちゃうとね。プレームオフまでね。なんか劇的なことが起こらないかなという。ねなんかちょっと硬直状態で、まあ、トップがね、ちょっと引き離したりすると、なんか、ちょっと見てる方としてはね、こう刺激が欲しいのでね、もうちょっと面白い展開にならんかなという感じでね、見て、みたいんですけども、ねちょっとそういうふうにはならずに、 まあ17番のパー3に来た時のね、先に打った岩井明恵ちゃんがもうベタビンショットでもう、あもうバーディー決まりですね、というもうすごい近いところにつけましたから、あこれでもう決まりだなと。金沢しなちゃんは、まあグリーン奥に行って、ホールインワンならずだね。18番も岩井明恵ちゃんは危ないげないプレーでね。後半も見事なプレーでしたね。結局岩井明恵ちゃんが、 4日間一人だけ60代を出して今年初優勝を遂げましたね。まあ、グリーン脇で待ってた岩井千里ちゃんもね。まあ、あのー、18番、まあ、セカンドショットグリーン乗っけた時点でね、まあ、はい、もう決まりと。で、安部美も待ってましたね。はい。まあ、同期ですしね。咲ちゃんと一緒に野球をやった仲だしね。<laughs> まあ、これね、 明ちゃん優勝しましまたけども昨日言わなかったけどね動画アップした後ふと気づいたんですよこれね動画アップする前に気づけばよかったかなと思ってそれ昨日の動画で言えばそれが当たったっていうことでねおおと思われたかなと思ってね動画アップしてから気づいたんだよね何に気づいたかっていうとあの岩井明ちゃんがね 優勝したいって言ってたんですけども、これまでよりも強い感じで言ってたっていうことだったので、なんかね、まあ、あの、もう一度昨日のスコアを見返したんですけども、まあ昨日、明えちゃんノーボギーじゃないですか。ノーボギーの3アンダーですよ。ボギーはあるんだけども、まあギャラリーにね、 見せるというか、もうすごく攻めるゴルフっていうのがこう特徴じゃないですかね、明恵ちゃんの。なので、まあ完全に優勝を意識したプレーだったんだなと思ったんですよ。昨日も今日も優勝したいと。まあ RKB ね、あの三井松島レディース、あの千里ちゃん勝ちましたけど、去年の 三井松島レディースの子はプレイオフね。山下美宇ちゃんと岩井姉妹3人でプレイオフになった時ですよ。18番のパー5、直ドラやったじゃないですか。で、明恵ちゃんがまず直ドラやって。で、千里ちゃんも練習でほとんどやってないのに直ドラしましたよね。明恵がやるんだったら。私の今のこのライも、まあ、打てないことはないだろうと。で、あ,あの、明恵ちゃんよりいいショットして、結局優勝しましたけど、 ギャラリーは湧いたけどね。確かに話題にもなったし。でも、確実に優勝しようと思ったら、確率の高いクラブを選択するじゃないですか。高校はドライバーで直ドラだと、ならないと思うんですよい。いくら練習していたとしてもね。なので、まあ、スリーウッド持ったと思うんですよね。確実に行こうと思うなら。だって相手は山下美優ちゃんだから。その冒険することないでしょ まあそれでもね、勝ち切ったからね、千里ちゃんはすごいけど、まあそれでもね、惜しいところまで行った秋江ちゃんも、まあ大したもんなんだけど、今回はそういうなんかこうガンガン攻めるようなプレーこそなかったけどね。で、まあショットの曲がりは多少あったとしても、堅実なゴルフでね、あのー、スコアメイクしようとしていたような感じにね、見えたんですよ。だから、こう、 完全に勝ちにいった大会かなと思いましたね。私は。だから、何ていうのあの、ウィーニングパッド入れた後、ガッツポーズ一つも出なかったんですよ。アキエちゃん。まあ、両手広げてね、ガッツポーズする姿を何度も見てると思うんですよ。アキエちゃんの姿ね。ウィーニングパッド決めて。いや、今日本当に勝ちたいと思ってたんだなと。 感じ取りました私はね、秋あの千里ち,ちゃんはね妹の千里ちゃんも2勝してるし今年ねで去年も負けてるしあの負けてるしっていうかねあの通算ではねまだ負けてるじゃないですか千里ち,ちゃんの方があの優勝回数多いですから、まあ、これなんとか追いつきたいというのもあったりっていうのも心の中ではないことは絶対ないんじゃないかないくら双子とは言えね 双子とはいえないことはないでしょう。やっぱり自分が勝ちたいよね。千里おめでとうじゃないだろうと。私だって勝ちたいよというのは絶対あるはずなんで。やっぱりね、ここは勝ちに行ったんじゃないかなと思いましたけどね。皆さんどう感じましたかはい。まあ、あの、優勝した経験のある選手が、 やっぱり勝ちきったのでやっぱりその差じゃないのっていうようにこう片付けたいところではあるんですけどもねでも初優勝する人が優勝する時ってそれもありながらもなんとか振り切って優勝するっていうこともあるじゃないですか初優勝を皆さん何度も見てると思いますけどねだからまあその経験の差じゃないのってねちょっと片付けたくなるんだけどね そうじゃなかったような気がします。まあ、見せるゴルフではなく、確実に勝ちに行くっていう選択を、今日はクラブの選択もそうだし、あの攻め方もそういうふうにしていたんじゃないのかなと、冒険せずにね。っていうふうに私は勝手に感じました。うん。なので、皆さんはどう感じたかは分かりませんけども。はい。 まあ人それぞれね感じ方はまた違うと思いますよなのでまあいろんな意見があってもいいかなと思うのでねまあ俺はこう思ったよみたいなのがあればねまあ絶対私否定しませんからねまあどんどんコメント書いていただければと思いますねはいまあ結局岩井千里ちゃんもまあなんとか ねえ初日2日目あんまり良くなかった2日目が本当にねひどいゴルフでね千里ちゃんの割にはもうパターが入らずに入らずにでねまあ明恵ちゃんと一緒に2日間回ってましたからねで結局入らないパッド1メート 1m のパーパットを外してね自分のつま先パチンとあのパターでぶん殴ってぶん殴ってって言わないかひっぱたいてね あの西村ゆなちゃんが怒ってる時みたいな感じですよ。自分のつま先をパチンってパタで叩いてね。すごい悔しがってたんですけど、まあ、それから言ったら、まあ、なんとか戻してきましたよね。まあ、結局終わってみればトップ10に入ってくるんだから、大したもんかなと思いますね。ベストスコア出した武田梨ちゃんが、結局この位置ですよね、やっぱりね。なんかこう、ひたひたひたっと、 あの近づいてくるのはなんかこう山下美夢ちゃんっぽい感じになってきたかなと思いますよね山下美夢ちゃんもしょっぱなからドーンと行かずにねもういいところの位置取りをしてそれからスルスルっと後半伸ばしてくるようなねいつもそんな感じがするんですけどね、はい、桑木志保ちゃんもあと一歩及ばずでしたけどねまあ初優勝もう少しじゃないかなと思いますけどねはい 金沢しなちゃんはちょっと納豆の粘りは今日はなかったかな。おしっこ我慢してたからな。<laughs> おしっこね、ギリギリまで我慢する子らしいんですよね。で、マイペースだから、おしっこも長,長いんですって。さ <laughs> っとして、さっと戻ってくるみたいな感じでね。試合中それだったらやばいでしょと思うんだけどね。まあ、それはいいとして。まあ、どうなんのかな。まあ、あの、多分 まあシン・ジェ選手にこのゴルフの技術じゃなくてね技術の方も教わってるんだろうけどそれ以外のことですよねあの気持ちのメンタル面ですよねそういうのも教わったりしてねオーストラリアで合宿した時に職食共にしながらねそういったのも学んだっていうのはだからシン・ジェ選手ってさボギー打っても怒らないでしょあのちょっとこう ダメだったかーみたいなこう笑,笑,笑みをちょっと浮かべながらあのボギーパッドを入れに行くみたいな感じの姿をよく見ると思うんですけどねくっそーみたいな感じの顔しないでしょいつもねそこがこうちょっとの調子があまり良くないなかなかパッドが入らないっていうのは絶対プロゴルファーでもあるのでそういう波がある中でもこうブレないようにするっていうメンタル面を教わって 来たんじゃなないいかなと思いますよね去年も一昨年もメルセデスランク40位台じゃないですかギリギリもう50位入るか入らないかちょっと最後まで不安な位置で終わるっていうことが多かったからそれで今年川がポンと向けてね一つあの1点突破したあの金沢しなちゃんが見れるんじゃないかなっていうふうには思いましたけどねはいそれから 夢かデラックスがもうちょっとでしたね。はい。今日ドライビングディスタンス1位ですよね。はい。さすがですね。飛ばすんだよね。はい。あと、サクちゃんもなかなか思い通りには伸ばせなかったですけど、ちょっとホールバイホール見てください。サクちゃんね、あの、17番のパー3で、惜しかったんだよ、ホールインは。あと30センチでもうピン筋来てたんですよ。あと30センチ転がれば、コロンといった。 ものすごい欲しい、D、ショットがあったんですよいやーあれ入ったら湧いたのになと <laughs> 優勝できなかったとしてもいいよ一発ホールインワンで800万すったらもう優勝者よりもね話題になるでしょうネットニュースになるからさ <laughs> 話題をかっさらっていってほしいなとちょっと思ったんだけどねあと30センチだったなあと30センチほんとにもう <laughs> ほんとね 指親指と小指をね、手のひらバーっとこう、思いっきり開いたのが私20センチぐらいなんですよあ。それよりもちょっとね、あと10センチぐらい、あと30センチぐらいだったんですよ。あー、惜しかった、あれはね。本当に。あの時だけね、フォローの風思いっきり吹けと、ちょっと思っちゃったよね。ま <laughs> あその、そこの転がってるラインだけスピードが速くなってくれとかね。 <laughs> いろんなことを転がってる間思いましたけど <laughs> ああ惜しかった。本当にね、惜しかったですね。はい。それと、まあ、ちゃんもももちょっと後半伸ばせなかったね。まあ、明愛ちゃんが後半良かっただけにね、まあ、差はかなりついてしまったんですけど、最終的にはね、はい。でも、ベスト10に入った選手はね、なかなか頑張ったと思いますよ。それで次ですね。はい。 いやー、ちょっとね、まあ、小林美月ちゃん落としたけど、ベストルーキー賞ですね。去年、一昨年プロテスト合格した選手は、あの、ベストルーキー賞っていうことなんですけども、まあ、菅夢乃ちゃんもそうでしょうって思いたかったけどね。表彰式に呼ばれたのは、小林美月ちゃんだけでしたね。はい。まあ、いいけど、別に。<laughs> 別にいいけど。 ねえ、マサダイメちゃん3位に入れなかったけど、まあでもね、やっぱりすごく話題性があったでしょう。この試合に、まあ花を添えたというかね。レギュラーツアー初出場だもん、推薦もらってね。まあトップ10は胸を張っていいと思いますよ、十分ね。くちゃんがね、あの小岩井さくらちゃんがパターが上手い選手ですよと。ジュニアの時には勝てないと思いましたと。 いうぐらいパターンも上手な子だったのでね今もそうでしょう昨日見てても思いましたよねまあすごくパターンが上手くてちょっと微妙な距離の残ったパーパットもしっかり沈めてなんとか大崩れしないっていう選手でしたよねまあさくちゃんもね夢のちゃんのこと可愛いって言ってましたね、まあ、小動物みたいで可愛いですってまあ 確かにその言葉は合ってるかもしれないね。まあ試合中も仲良さそうに喋ってましたよね。楽しそうに。まあでもそれ見てね、やっぱりサクちゃんのこうプレーを見ると、すごく貫禄があるように感じましたよね。なぜかね。普段ふわーんとしてるけどね、サ <laughs> クちゃんは。もう、 いろんなこう天然ボケのあのことを言ってくれるコメントしてくれるクちゃんではあるけれどもプレーを見るとねやっぱり増田嫁のちゃんと一緒にプレイしてる姿を見るとまあすごくこう貫禄のあるプレーだなともう淡々としててもうなん,なんかもう全然ブレないというかねそういう感じを受けましたねはい川崎遥香ちゃんもまあなんとか伸ばして終えたのでねこれから上昇してくるのかなと と,いうところを見せてくれましたねあとね、ジョン・ミジョン選手ですよ、ちょっとホールバイホール見てください。ジョン・ミジョン選手、16番ですよ。ね、あの16番のセカンドショット、これね、3バウンド目で、ワンバウンド、2バウンド、3バウンド目でピンにガチャンと当たって跳ねて入らなかったんですよ。これね、ショットインイーグルでしたよ。あのピン抜いてれば。 ピン抜いてたらね絶対入ったぐらいのちょうどいい3バンド目だったんですよ。あれカップに当たって入らずだったんであれちょっとね惜しかったですよね。いやーあれは沸きましたね。うわーってねあれはすごかった。はい。はい北海道の菊池恵梨香姫もまあねえ梨姫もちょっともうちょっとね上でね北海道3人でって思ったけどねちょっと残念でしたけど。 それから次ですね。はい。藤田カレンちゃんが、ちょっとね、今日は、まあ最終日、最終組ってのはやっぱこうなるんだよね。はい。まあこれからだんだんと慣れてくれば、その経験値で大丈夫になってくるんじゃないかなと思いますよ、多分。ねまあ自分のゴルフさえすれば、まあ前回ね、最終組で回った時もね、あの、あれですよ。 やっぱりね優勝意識するっていうとなるともう、まあ、ちょっとねあのガタガタと崩れやすいっていうのは出てきてしまうんだけどでもね、まあ、それを経験すればどんどんいい方向にいくと思うのでね藤田カレンちゃんもまあ長田嫁奈ちゃんもそうだけどさまあ2人とも可愛いじゃないですかカレンちゃんも可愛いいよねでも2人とも口元にほくろがあるんですよねあのほくろ なんかエロいよね。<laughs> 口元のほくろってエロく感じないですか私はそう思ってしまうんだけどね。まあ、夢めちゃんはそういうエロさはあんまり出てないですけどね。可愛らしすぎちゃって。もう、まあ、エロい感じは全く出さないけれども。藤田カレンちゃんの方はちょっとこう、エロい感じするよね。<laughs> はい。まあ、それはいいんですけどね。はい。あとね、ニ優香ちゃん。まあ、安田優香ちゃんとね、並んでおりますけど。 安いい子ちゃんもんちゃんと伸ばせずでね安定はしてるんだけど優勝争いっていうところまでもうちょっとって感じですけどね。2位ゆうかちゃんね、今日ね、仲のいい山下美夢ちゃんと同じ組でしたけど、全く同じウェアで揃えてきましたね。<laughs> はい、見た方、おおと思ったでしょ。チャンピオンの、ね、ウェアに下は赤いショートパンツ。で違うのはソックスの長さだけっていつもそうなんだよね。 いつも違うのはね、合わせてくるときに、いつも違うのは、山下美夢ちゃんはいつも長いソックスを履いてくるんですよ。に位ゆうかちゃんは短いソックスを履いてくるんですよね、はい。そこの違いだけなんですよ。で、二人がパターンを打つときに構えますよね。下向いてるじゃないですか。そこで、ちょっと引き気味に取ると身長がわからないので、どっちかわかんないですよね。だから、見分けつけるのに、ソックスを見るんですよ、まず。<laughs> 体験似てるからさ。並んだら分かりますよ、そりゃ。顔を上げて、あのー、プレイしてる時とか、あのー、歩いてる時とか、それは分かりますよ、身長差でね。並んでなくても、並んでなくてもね。まあ、一人一人が別々でね、カメラで撮ってても。まあ、引き気味だったらね、わからないでしょと思うけどね。まあ、顔を上げてる時は分かりますよ。うつむいてる時はわかんないのね。 まあ、ソックスを見てください。もう、もし分かんない方はね <laughs>、はい。あとね、まあ、ホールバイホール見てください。渡辺彩香選手ですよ。はい。足の綺麗な渡辺彩香選手ですよ。11番、ショットインイーグル来ましたね。これね。映像ないけど。映像ないけどね。まあ、ショットインイーグル。見た方はね。まあ、良かったですね。お宝映像ですよ。<laughs> <laughs> JLPGA の映像にもないところでショットインイーグルは起きていますからねこれを見た方はねやっぱりこう脳裏に焼き付けていただきたいなとすごかった渡辺彩香とね一生残ると思いますあのねその衝撃的な映像を見るとねあのファンじゃなくてもショットインイーグルとか目の前で起きたらすごいあの高揚するでしょもうガッツポーズ自然と出ちゃうぐらいね 激しく喜べますよね、素直にね。応援してる選手じゃなかったとしても湧きますよね、そりゃね。はい。それに出くわした方は本当ラッキーですよね。はい。まあ、ちょっと届かないパー5で2オンしたのを見ただけでも結構お宝映像だと思いますよ、私は。私も見ましたけどね。原恵里香ちゃんと渡辺あや香ちゃんだけ2オンした選手。もう、その時、 二打目地点にいたんですけどね。二人だけだったんですよ。ずっと見てたけど。いやー、すごいなと。まあ、そのグリーン上で湧いてる姿も、まあ、遠くから見てね。いやー、乗ったんだと。見えないけど。<laughs> ボール見えないけどね。はい。あれはいいですよね。はい。その原井梨花ちゃん、三連続バーディーからの五つボギーで、バーディーがその後来ず。ねー今日は2オーバーです。残念でした。 はい、それと、ね、その次に行きましょう。はいまあ、ここもね、なかなか伸ばせる人がいなくて、タランティーノさんだけですね。はい、タ,レンタランティーノさんですタラ。タランティーノさんですって言ってもね、あの知らない方のためにまた言いますけどね、村田梨紗選手、お父さんアメリカ人です、ハーフです。で、アメリカ人で、お父さんの名前がタランティーノさんなんですよ。 あの有名なタランティーノ監督ではないですね。全然関係ないですけども、苗字がタランティーノさんなんで、リサ・マリ・タランティーノという本名がありますね。だけど、まあ、あの、村田リサちゃんですからね。いいんですけどね。まあ、タランティーノさんです。<laughs> ちょっと覚えておいてください。はい。そして、ヨゴ・ユイナちゃんもね、まあ、コメントいただきましたけどね。まあ、結構ね、可愛らしい子なので、まあ、ファンになった方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。 まあ、細身の、あの、可愛らしい子なんですけども、ダイヤモンド世代の1個下ですからね。2004年生まれ。まあ、2004年生まれって言ったら、桜井ココナちゃんもね、2004年生まれなんだけどね、あの、早生まれなのでね、あの、学年は、横ゴユイナちゃんのが1個下ですね。はい。でもさ、その1個下がね、いるでしょ。出てるでしょ。高校生ね。高校生で受かった去年、受かった選手。 まあ、その次見てみましょうか。まあ、ちょっとホールバイホール見てからね。はい。まあ、ヨゴイナちゃんね、ちょっとね、ボギーが多かったけれども、これからちょっと期待できるかなと思いますよね。はい、去年、受かって、で、ルーキーや今年ね、こうやってレギュラーツアーでね、こうやって頑張ってあの上位に来ていますのはね、なかなか良い,いと思いますよね。これから発揮するんじゃないかなと。ちょっとね、こう、なんていうのかな、プレイスタイルが まあちょっとおとなしめな感じ、ガンガン攻めてくるような感じの雰囲気はないんだけどね。まあ、なかなか上手な子なので、ちょっと注目してみてください。はい。はい。それから、その次ですね。はい。まあ、こっちゃんもなかなか伸ばせずでしたね。橋いみどりちゃんも、まあ、最終日伸ばせばとね、ちょっと思いましたけどね。ちょっと伸ばせずに終わってしまいました。菅沼奈々ちゃんもどうしちゃったんだいと。 ね、3つ落としてししてままいました、はいまあ、脇本花ちゃんレイチェル昼たこの辺は伸ばしましたけど伸ばしてイーブンですからねちょっとねその前に伸ばしたかった、まあ、レイチェルね3日目昨日がちょっとひどかったからね、はい、残念ですけどねそして高木優奈ちゃんですねちょっとホールバイホール見てください高木優奈ちゃん 初日ホールインワンした8番でダボを打っちゃいましたね。ちょっとね、欲が出たのかな。8番ホールに来たら、また私入っちゃうよっていうね。しかも今日は、さすがにね、やっぱり800万ですからね。今日やると。ですからね。まあ、初日ホールインワンした時には30万円だけ、あの主催者の方,の方からね、いただきた、いただいたようですけど、でも、ね、実際800万ですからね。 今日出なかったなぁ、ホールインはなんだよ、と <laughs>。もう2、3人出て欲しかったけどね。ホールインワン。まあ、しょうがないですね。これはね。はい。まあ、どんなダボだったかはわかりませんけれどもね。はい。そして次。これが最後ですね。はい。まあ、ここで、まあ、清本美波ちゃん、先ほど言ったね、横結菜ちゃんの1個下ですね。ダイヤモンド世代の2個下が出てきてますからね。はい。 2005年生まれですから、まあ馬場咲ちゃんもそうですけどねまあここの清本南ちゃんまあ去年プロテスト1位合格ですけどもあの馬場咲ちゃんを抑えたのでね、まあ、ちょいちょいこう話題に上りますけどもやっと今回、ね、予選通過したのでねそういうあのこれから話題にまたなってくると思いますよね。2001年の三菱電機レディース これね、さあの <laughs> あの朔ちゃんってついつい言っちゃうんだけどねあの渋子ちゃんですよね最近渋子ちゃんってね試合ないから言ってないからね、まあ、ついついサクちゃんって言葉が出ちゃうんですけどあの渋子ちゃんね。渋野日向子選手が2021年に優勝した三菱電機レディースあの時のベスアマ取ったのが清本みなみちゃんですねあの時高校1年生ですよ 1 5 2センチぐらいしかない身長でもベッサースはま取ってたんですよね。まあ下半身もねちょっとあのやっぱりすごいト,トレーニングしてる子なんだなとまあ足の筋肉見たらねいやー今の子ってみんなトレーニングしてるんだなと思いますよね。まあ、これからちょっと楽しみな子かなと思いますよね。それと美も ホーリーンワンならずでしたけどね。まあちょっと阿部美はホーリーンワンをね、期待してしまうんですけどね。ちょっとダメでしたね。はい。大須賀のぞみちゃんも、まあ昨日見たかったな。なんかね、コメントでありましたよね。スカイ A では出てたとかってね。あスカイウェイ見ないんでね。うちテレビないからさ。<laughs> まあいいんですけどね。まあこれからどんどん伸ばしてね。今日は8オーバーか。ちょっと厳しいね。まあそれはいいか。で、 ミヤコレイカちゃんも、ちょっとね、まあ、昨日77でね、落としてしまったのでしょうがないんですけどね。ま、あでも、予選は通過したからね。ま、あプロテストに向けて頑張っていただきたいなと思うんですけども、今日ベスアーマ取ったムグルマヒナノちゃん、この子をちょっとクローズアップ今日はしてみたいと思います。今日表彰式でね、まあ岩、岩屋明恵ちゃんの隣に座ってました。ベスアーマーなのでね。で、 ま、表彰された後ね、写真撮影した後、まあ、席に戻ってきた、むぐるまひなのちゃんに、岩井明恵ちゃんが手をパッとこう開いて何か聞いてたんですよ。パッと開いてね、な、何かなと。多分ね、今日ファイブオーバーだったので、今日いくつだったと。で、ファイブオーバーでしたよって、っていう会話をしてたのかなっていうふうに、 あの、思ったんですけどね。まあ、今日は、むぐるまひなのちゃんのことちょっとお話ししましょう。初めて聞くか、聞く方も、もうそんなのとっくに知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。知らない方のために。むぐるまひなのちゃん、2002年生まれです。なので、岩屋圭ちゃんと同い年ですね。まあ、もちろん、千里ちゃんともそうですけどね。埼玉出身です。高校は、麗卓高校です。麗卓高校といえば、そうですね。 2個上には、吉田優里ちゃんがいます。1個上には、西郷真央ちゃんがいましたね。で、2020年のニトリレディース。これね、当時18歳の時、ムグルマヒナちゃんが3日目で3位タイに入りました。で、最終日最終組に入りましたね。まあ、この活躍でニトリがね、スポンサー契約ね、名乗り出たと思うんですよ。まあ、あの、まだアマチュアですからね。 あれですけどね、所属先とかにはなってませんけど、あの、スポンサー契約をしています。で、最終日最終組入ったその時に一緒だった最終組っていうのは、佐藤ゆうかちゃんと小岩桜ちゃん。この二人と最終日一緒に回ったんですよね。で、結局優勝したのは笹生ゆうかちゃんだったんですけど、む車るまひなのちゃん、この最終日に大崩れしてね、82叩いてしまって、 結局、ベスアーマも取れなかったんですよ、ここ、この時。まあ、まくられちゃったで、ね、最後。この時、ベスアーマ取ったのは、なんと、小倉さえちゃんです。まだ、小倉さえちゃん、プロテスト受かる前だったのでね、この時。はい。まあ、でも、こういうレギュラーツアーでね、最終日、最終組になるぐらいに活躍できてた子なんですよ。だけど、プロテストまだ受かってない。 今日のスコアを見てね思うでしょう最終日にちょっと弱いかなーっていうのがありますでも今ね辻村コーチのところに指示してね教わってプロテストに向けて頑張っていますのでね顔も可愛いしこの子が活躍すればまた人気の出る子かなーというふうに思いますよねちょっとムグルマひなのちゃんっぽいあの体のシルエットをしてますね 足がしっかりしているっていう、ねはい。かなり鍛えたんでしょうね。トレーニングしたと思いますよ。まあそういうね、学校だったんでしょう。今までね、あのやってきた学校で、あの、トレーニングするような、あの、ところだったと思うんですよね。足のしっかりした子ですよ。はい、これですね。見てください。今日の結果ですけどもね。 あのプライスって書いてあります。はい、優勝貯金2520万円です、はい。武田竜ちゃんはその半分近くですね。このような感じですね。まあ5位タイの夢かデラックスとかサクちゃんで630万とかですね。はい、まあサラリーマンの年収ぐらいをね4日間でポンと稼いちゃう夢のある仕事ですよ。<laughs> まあ下の方に行けばね。 下の方に行けばこんな感じになってますけどね。はい。まあ、一番もらえなかった選手で、あのね、岸辺桃子ちゃんで37万円ですね。まあ、こういうふうになっております。で、メルセデスランクはっていうと、こんな感じですね。はい。武田梨央ちゃんはもうすでに8688万円稼いでます。この選手がね、昨日も言いましたけどね、あの全米プロゴルフ選手権、 を欠場しますアース・モンダミンカップに出ますと言ったことに対してのね、あの、ゴルフジャーナリストのね、8いくつのね、じいさまがね、金に目がくらんだんじゃねえのかと。ね、いやー、あの、アメリカに行きたいとか言っていながらね、金に目がくらんでこっちの賞金高いの大会に出るんじゃねえのと。ねえ そういう記事を、あの、ネット記事で出してたと、昨日言いましたけどね。ちょっとね、こんだけ稼いでる子が、なんか、賞金が高いから、明日もんみに出たいっていうことは言わねえだろっていう話を昨日しましたね。はい。まあ、どう思いますかね、皆さんね。<laughs> 優勝賞金5400万円の まあ、女子ツアーで一番賞金の高いアース・モンダミックアップと、アメリカのメジャー大会、全米プロゴルフ選手権が重なっているのでね、どっちに出るかな、出場権を得られたんですよ。武田梨央ちゃんね。だけど、まあ、日本のツアー出ますと言っていたので、どうなのということを言っていたんですけども、私は、まあ、別にいいんじゃないのと。アメリカ志向が強いんだったら行くって言うだろうし、 まだそこまでじゃないんだろうなっていう、ただそれだけのことですよね。アメリカ絶対行くぞっていうふうには思っている段階ではないのかな。これから変わってくるのかなと。あのエッティでさえね、古江彩香ちゃんでさえ、プロになってからね、別にアメリカ志向じゃなかったんですよ。別にアメリカ行く気なかったんですよ。それが、まあ、あのー、渋子ちゃんとね、同い年に、あのー、予選会受ける っていう風になっって途中から変わったんですよだから武田梨央ちゃんも初優勝が先月でしょ ?4 月だもんだって先月初優勝したばっかりですもう八区の勢いで勝ってるけどもこの武田梨央ちゃんがもうメンタル的にそこまでいってるかなと、まあ、最初からね馬場咲ちゃんみたいにアメリカでやりますという強い決意のもとゴルフを始めた子なら ババサキちゃんみたいにね、日本の試合、もう全然プロ、プ,プロテスト去年受かってから一試合も出てないでしょ日本のツアーね。ステップアップツアーには出れますよ。だから別に出てもいいんですよ。アメリカの株ツアーでずっとやってますけど、アメリカの株ツアーで1ヶ月試合がない時でも日本に帰ってきてステップアップツアーに1回も出てませんからね。それだけ強い意志を持ってアメリカでやりますと。私の憧れの選手はネリー・コルドですと言ってる子みたいに、 えそういったのは、武田理央ちゃんには今はないんじゃないのって昨日言いましたけどね。どうでしょうかね皆さんね。また昨日の話ぶり返しちゃったけどね。<laughs> はい。そういうことです。はい。まあ、岩井明恵ちゃんが7位に入ってきましたね。はい、まあ、それでも優勝してな、ね、い山下美桜ちゃんがまだ4位ですよねい。1試合も勝ってないのに4位ですよね。これがすごいとこですよね、やっぱりね。常に上位にいるから。 勝ってなくてもここにいるというね。いやー、素晴らしいことです。まあ、素晴らしいんだけども、本人は納得してないでしょうけどね。はい、それではコメントいってみたいと思います。あ、競馬の方は外れましたね。AI の予想はね。まあ、ゴルフの優勝予想も外れましたけどね。あの、千里ちゃんは名前入ってましたけど、秋恵ちゃんは入ってませんでしたのでね。はい、それではコメントいってみたいと思います。 えー、KT さんかな。えー、リオちゃんの話、私もリオさんに同意です。ありがとうございます。今年やっと勝ったしまだまだ国内で頑張ってと思ったんだと思います。まだ、えー、ただ来年かいつかは分からないですが、もし海外に行ったらリオちゃんは海外でも絶対トップクラスの選手になると思いますとね。そうですね。あの飛距離は十分にあの活躍できるぐらいの、まあ、飛びだと思いますけどね。トップクラスにはなれないけど。 うん、だって平均飛距離280ヤードとかはゴロゴロいるからね向こうは <laughs> はいちょっとフェードヒッターの武田リオちゃんだとちょっと届かないじゃないかな向こう行ったらねまあでも通用する選手だと思いますよねはいあ競馬の話は興味です私も興味ないですからね、はい、リクエストがあったら、あのー、お答えしようということなので えー、今回のステップ、ひだり、ななちゃん、またまた健闘応援してネット。佐伯プロ、ちょっと知りませんでした、ひだり選手、ね。ちょっと注目して見ていきたいと思います、これからね。はい。えー、それからこの方、初めてかな。ナムアミダブツさんすげえ名前だな。 りょうさんは何系のお仕事をしてますかそれとおいくつですか奥さんは子供は、うん、私はね、あのー、スパイはやってます。はい。以上です。<laughs> はい。えー、いろぬせいさんですね。次は。えー、初めて、増田夢の選手を見ましたが、めちゃくちゃ可愛いですね。そうでしょう。可愛いでしょう。そして、年は違えど、誕生日が自分と一緒なので、親近感を感じ、えー、推しの一番になりました。応援するぞ、とね。はい。ぜひ。 夢乃ちゃん応援してあげてください。はい。頑張りますよ、夢のちゃん。これからね。それから山川さん。ステップアップツアーの岡本プロの解説聞いてると渋野選手のこと言ってるみたいで耳が痛いですね。でもトンネルの先には必ず出口がありますからと、最近ミキプロも言っていました。それを信じて応援しますと。まあ渋子ちゃんはね、あのー、大丈夫ですから、もうちょっと長い目で見てあげてください。はい。 まあ、今回のリゾートトラストとは全然関係ないけどね。はい。それから、えー、岡さんですか。えー、山下美羽ちゃんと大阪のぞみちゃんの2ショットスカイエイで映りました。やはり山下さんがはっきりと大きく見えました。なので、大阪選手には余計に頑張ってほしいですね。と飛距離どうですかあんま変わんないでしょ。ね、小さくても。まあ、飛ばし屋でもないけど、そんなあの飛距離出ない子じゃないのでね。まあ、十分通用すると思いますよ。飛距離の面で。 ビハインドじゃないっていうそこはいいとこだと思いますはいそれからミノルさんですね武田梨央ちゃん全米オープン回避全米オープンじゃない全米プロゴルフ選手権ね全米女子オープンは出ますよまあ明日27日に今日もね2位に入りましたから世界ランクはあの75位以内もう絶対キープできるので全米女子オープンは行きますピンクのグローブ持って 行きます <laughs> まあ持ってく本当に持っていくかどうか知りませんけどね、まあ、そういう風に言ってましたよなので、あのー、全米オープンじゃなくて全米女子オープンではなくて6月にある全米プロゴルフ選手権のこの話ですはいまあ,あのメジャー大会どっちもそうですけどね全然違います どっちかって言ったらやっぱり全米女子オープンなんだよね。全米プロゴルフ選手権の方がちょっとあの格が下がるというか、まあメジャーなんだけどね。男子もそうでしょ。ね。まあ感覚的にそんな感じはしますけどね。あの飛距離は魅力的で全米での活躍を期待したい気持ちはありました。彼女が国内を選択したのはなぜかわかりませんが、日本人トッププレイヤーが20人抜けての 国内ツアーは上位で活躍できる確率が高くなるのは間違いなくその選択は一理あると思います。あ、勘違いしてますね、完全に。あの、全米女子オープンではなく全米プロゴルフ選手権の方です。6月にあるプロゴルフ選手権を行きませんと言ったんです。日本でプレイしますと。なので、来週、まあ、今週になるのか。 30日からの全米女子オープンは確実に75位以内に入るので行きますと。だからさくちゃんとかね、あのー、キャッチボールよくしてるシーンがあるじゃないですか。なので向こう行ってもグローブ持っていくっていうことは、キャッチボール誰かとするのかなっていう感じしますけどね。はい。それから、えー、シモンさん りょうさん、お仕事お疲れ様でした。今日も増田さんを応援に18ホール完全観完戦、えー、完完しました。おすごいですね。えー、小井さんがペアリングで、えー、ペアリングを引っ張っていました。いいペアリングだったので、やりやすい感じでした。前の組がスロープレーだったので、待ちすぎて伸ばせなかったのかなと思ったりしました。 増田さんはホールアウト後コースに礼をしていました。えー、明日は競馬と二股観戦です。むぐるまさんのサインはすごいですよ。将棋の駒の地のように格式高いですよ。なそうですか。はい。どっかでアップしてください、<laughs> 写真を <laughs>。はい。で、えー、サトちゃん。えー、今日はサクちゃんいっぱい写っててよかったです。夢のちゃんも。 可愛かったです。最終組最、最終日、最終組よりもギャラリー多くなりそう。ところで、今日のサクちゃんと後藤美優ちゃんのウェアがそっくり。後ろ姿なんて一緒で、一緒じゃないですよ。<laughs> 全然違いますよ。はい。まあ、多分ね、ちょっとしか見てないんじゃないですか。私ずっと見てるから、後藤美優ちゃんとサクちゃんが、全く同じ髪型をして、全く同じウェアを着てね。 後ろ向いて歩いてたとしましょう。一発で分かります。どっちがどっちか、はい。体型の違いね、ここがこうだよねっていうポイントがあるのでね、あそこはちょっと今後見ていただきたいところですね。はい、サクちゃんの方がちょっとグラマーなんですよ。はい、鈴木愛ちゃんと一緒に回ると、ちょっと細く見えちゃうんだけどね <laughs>、はいまあ。サクちゃんの方が意外とね、足が綺麗だし、 意外とウエスト閉まってるし意外とスタイルが良かったりぽっちゃりなんだけどもその中でもスタイルが結構体のラインいいラインをしてるっていうねはい後藤美ゆちゃんとはまるっきり違う体型です <laughs> 後藤美ゆちゃんも可愛いいけどねはい さて、岩井明恵ちゃん、えー、今年は最終日に落とす印象があるのですが、そうなると、しなちゃん来るかな、だけど見たい、やっぱ見たい、2勝目。で、えー、ここで叫びたい、けっぱれすくちゃんとね。はい。まあ、けっぱれなかったですね。まあ、けっぱれっていうのは頑張れっていうことですよ、北海道の人ならわかるけどね。はい。それから、澤、えー、田さん。 かなえーリオプロの件は全くリオさんの言う通りでくだらねゴシップ記事記者と、えー、三問評論家がトッププロを捕まえて何様のつもりだと憤慨しましたそれは別としてますね夢の選手可愛かった最終日はゴルフに行くので見られないけど頑張ってほしいですとねうんまあ頑張ったけどねまあそれでもトップ10フィニッシュはねあの上出来だと思いますよね初めてにしてはねはい もう記録塗り替えちゃいそうだったでしょ。もう初優勝なんかしちゃうとね。はい。なんかね、同じ女子ゴルファーから可愛いしね、そんな記録作ったらひがまれちゃいそうでね、まあ、大丈夫かなって心配になっちゃうんですよね。<laughs> はい。それから、笹さん。えー、イなナちゃんとてもいい成績で、レギュラーツアー戦列デビューですね。個人的には前並みの時から見ていましたが、ス,、えー、スタートホールに移った時は感無量でした。 今後も息の長い活躍を見せていってもらえればと期待したいですとね。はい。まあ次どの試合に出るかっていうのはまだ調査してないですけどね。まあ、ん、レギュラーで推薦もらうか、それか、まあステップかな。ね。ステップでもそんなこう上位で争っていなかったのに、今回ね、レギュラーで上位に来たのでね、まあステップでも活躍してくれるところね、見れるかなと思いますね。 それから、Y、えー、コーガスさん、えー。リオさんはお仕事お疲れ様でした。武田リオ選手の件ですが、私の見解は今の選手、金なんて眼中に全くないと思いますよ。えー、どの試合を選択するのかは、本人の選択すればいいと思う。えー、将来、アメリカ志向の家族は、ゴルフもサッカーと同じように、笹生選手みたいにジュニアから海外移住。 日本のプロテストなんて眼中にない選手が増えるのではないかと思います。そのジャー,ジャーナリストには、渋野日向子選手が全衛女子オープンで優勝しても、国内ツアーに残った選択も完全否定されるのかな。私なんて、記事の出元が日刊現代という段階で内容は疑問に感じてしまってるけどと。はい、まあ、そんなもんでしょう。 ねまあ週刊誌とかねそう,そういうのはねまあそんなもんですよね <laughs> まあ記事に困ったら私にも意見を求めてくるぐらいですからね <laughs> はい現代さんとか朝日芸能さんとかを批判するわけではないけれどもまああの人たちもねあのお仕事ですからね困ってる時はねお互い様で、ね、<laughs> はいまあいいやそれはねそれから次はえー キリュウインメルモさんって言うのかな主催者推薦でいい結果出してるね、夢のちゃん。私も行って応援したかったけど、仕様で残念です。これからも主催者推薦が増えてほしい。必ずチャンスが出ると思います。ね。出ると思いますよ。まあ、その、あの、メルセデスランキングも多少ね、あの、ポイントをもらえたので、あれですよ。あの、こうやってね。 宗ちゃん8位タイですから60ポイントもらえるんですよで60ポイントってなると今のねあの暫定リランキング何位になるかっていうとここになってくるわけですよ28位なんですよここでね1試合出ただけでだからあのまああとね、まあ、数試合で日例レディースでもうあの1回目のリランキングきちゃいますけどね この一試合、たった一試合だけでね、あの、後半のレギュラーツアーの試合出場、かなり濃厚になってくるんですよ。またもう一試合出てね、上位に来ればもう確実ですけどね。もうちょっと上に行きたいでしょうけどね。まあこれがこう抜かされてって、あの、残り数試合でね、抜かされて、で、あの、30何位とかね、なってくるかもしれないけれども、それでも出る試合が、 結構増えてきますから。だからすごくあのこれから期待できると思いますよ。あこの後半戦ね。まあ中盤戦といったらいいかわかりません、ね。2回目のリランキングもあるからね。あ、は、れ、い、ですけどね。はい。それから守さん。えー、新潟に住んでる私としてはヨネックスレディースで見たい選手がいたのに、えー みんなアメリカに、えー、もしここにアースモンダミンが開催されたらこれだけたくさんの女子プロがまたハワイまで行って予選会に出たでしょうか出たでしょうね。出たと思いますよ。じいさんのジャーナリストを擁護するつもりはありませんが少しだけ考えに同調する。いやー、ヨネックスがアースモンダミンに変わったぐらいでね、変わりませんよ。なぜかって言ったら、 全米女子オープン、全米女子オープン出て、あの、上位に入るかって言ったら、そこまで自信満々で行く人はいないと思うんですよ。だから、あの、ヨネックスだろうが、アースモンダミンだろうが、まあそっちで稼いだらっていう、そこの稼いだらっていうのがあんまり今の若い子はないと思うんですよね。で、何のために全米女子オープン行くのと。 アメリカのメジャー大会行くのと。いや、行きたいから行くんですよ。稼ぎに行くわけじゃないんですよ。だったら、ヨネックス、みんな行くからヨネックス出て、上位に入った方が賞金稼げるでしょって話ですよ。世界から集まってくる全米女子オープンで予選通過してね、上位に入れるかったらね、なかなか可能性低い選手が多いんですよね。日本で活躍しているトップ選手でも、予選通過できないような。 難ししいセッティングにしてあったり結構ね20人出ようが30人出ようが予選通過するの10人も満たないっていう結果になりそうな気もするしねそれだけ難しいところにちょっと挑戦してみたいと今のうちに年取ってからじゃ無理だから今の若いうちにね挑戦してみたいとアメリカツアーでねずっとこうツアー戦う ととは思わないいけれども挑戦してみたいと今のうちに経験しておきたいというのはあると思うけどまあアースモンダミン賞金高いからこれでちょっとね稼ぎたいっていう人は全米女子オープン行かないよねってそうはならないと思いますよねはいまああのメンバー見てくださいアメリカ女子ツアー にまあ、アメリカ女子ツアーじゃなくて、今回の全米女子オープンに行くメンバー、名前見てください。はい。あの、今のところ20人。で、武田梨央ちゃん入れたら21人になるか。メンバー見てください。お調べになって。はい。皆さん、それなりに稼いでるから、アース・モンダミンで稼ぎたいとは思わないでしょう。そこそこ稼いでますよ、皆さん。 21人の選手、みんな。スポンサー契約もあるし、獲得賞金の倍ぐらいもらってますよ、多分スポンサー契約もあるから。例えば3000万ぐらい賞金稼いだ選手、その倍ぐらいもらってますよ。通帳には入ってると思います。まあ、税金でね、経費引いた分、まあ、半分ぐらい持ってかれちゃうけどね、税金で。持ってかれちゃうけども、稼いでるのは稼いでますよ。だから、今、あの全米女子オープン、 決まってる人たち、アメリカツアー、挑戦したいっていう思いで行くだけだと思いますよ。稼ぎたいっていうのはないと思います。私はね。はい。中にはいるかもしれないけどね。<laughs> でも、アースモンダミン、ヨネックスがアースモンダミンになったぐらいで、あの、いや、全米女子オープン今年はいいやってならないと思うんですよね。なんで、 ねえ、ニー・ユーカちゃん、ハワイまで行って予選会受けたのと。シード取ってるから、ニー・ユーカちゃんもそれなりに稼いでるからね、別にヨ,ヨネックスじゃなくて、アース・モンダミに変わったから、ああ、アース・モンダミンか、じゃあ、全米女子オープンちょっとやめて、アース・モンダミンにしようってならないと思うんですよね。<laughs> はい。ならないでしょう。だって、お金稼いでも使い道ないしね、忙しすぎちゃって。 でしょうまあ皆さんね女子プロゴルファーがお金使う時って別にあれなんですよねまあくちゃんなんかは特別だけどね他の選手もアクセサリーとかでしょ吉田ゆりちゃんみたいにね何十,何十万もするアクセサリーを妹のんちゃんにプレゼントとかねそんなのでお金使うぐらいですよそんなにね稼いだってねあんま変わんないんだよね <laughs> はい親が管理してるだろうしどうせね はい、まあそれはいいとしてはいそれから、えー、のぼるさんですかねえー、こんにちはりょうさん来た来たさくちゃんいつものペースですよね来るかな今週来てほしいなさくちゃんゆめちゃんいいペアですねゆめちゃん初めて見ましたがいい顔してますね頑張ってほしいですねファンになりましたはいぜひ応援してあげてくださいゆめのちゃんはいそれからこれは誰かな山野さん りょうさん、お疲れ様です。北朔ちゃん、夢のちゃん、頑張って、首位の位置に応援してます。はい。ちょっと残念でしたけどね。はい、ヒロンさん、武田選手のアメリカ参戦は個人の選択の問題なので、他人がつべこべ言うべきではないと思います。 僕もアメリカでの活躍を見たいですが、武田選手の選択は尊重されるべき。これは議論の余地なし。武田選手を批判するおじいさんは価値観の押し付けが過ぎると思うし、正気については2週、義衆の勘ぐりに思える。えー、まあ、それはあると思いますね。はい、まあ、年取るとね、そういう風になってきやすいから、私も気をつけたいなとは思ってますね。はい 自分の価値観を押し付けたくなる時も人間だからあるんだけどね。私はちょっとね、まあうちの子供たちには押し付けないようにはしたいなと。子供たちの意見を尊重したいなとは思ってますね。えー、ステップ地域未来グループレディースあーそうね、まあそれちょっとお伝えしようかなとは思ってんですけどね。 ししてきましたいいですね。菅風花さんにつきましたが、飛距離は平均より少し飛び、ドライバーアイアンがまとまって、パッドがうまい印象でした。声かけるたびにニコッとしてくれました。かわいい。サインまでもらいました。サホちゃん、エリナちゃん、えー、ユ,ユミコちゃんにも声かけましたよ、えー。いいですね。サホちゃんに会いたいな <laughs>。いつの間にか奥山選手がトップに立ってて、プレイオフを制しました。制止しました。制しましたでいいんだよね。 ねまあ、タイピングミスは誰にもありますからね、えー、大里武田と同じ熊本国武高校のようですん、ね、でそうですねはいまあ民事入りっぽいのでねあの奥,奥山純奈ちゃんねまあいとこのあの選手ね奥山なんだっけ純菜ちゃんと先にプロゴルフ受か、うん、テスト受かったちょっと名前が出てこないや まあもう一人奥山選手いますけどね、いとこなんで、ちょっとね、いとこだから全然似てないんですけどね、体型も全然似てないし。はい、まあ奥山純奈ちゃんはミンジリっぽいですよね、なんとなくね。はい。えーと、ミッキーさんかな、これ。えー、武田を見てると安村寺を連想するんですよね、あの震さん以上の強さが乗り移ったりして。 あ,あちょっと違うと思いなす。武田理夫ちゃんが普段のこう会話とか、武田理夫ちゃんとくちゃんの会話とか聞いてると。まあ、アンソンジュじゃないなって思いますけどね。いろんなこのインタビュー動画とか見たら多分印象変わると思いますよ。全然違う子だなって。はい。えっ、ー、と、しんいちさん。 ユメカデラックスって面白い選手だったんですね。本人が質問に答えてた動画が面白すぎる。最終日の飛ばし屋3人のこの組み合わせ、楽しみすぎとね。はい。まあ、飛ばし屋は制しましたね。あの、飛距離では。<laughs> ドライビングディスタンスでは夢メカデラックスが1位でしたけどね、今日は。はい。それから、一層 あマットさん、えー、岩井明恵はここで必死になって勝ってもちっとも盛り上がらないのは分かってないのですかね、はい、盛り上がる盛り上がらないじゃないんですよ本人は必死にやってるんですからそういうことは言わない方がいいと思いますねでこれでね、まあ、韓国選手が勝って盛り上がらないとかねまあねあんまり好きじゃない選手が勝って盛り上がらないとかねかそんなこと言っててもしょうがないんですよ まあみんな必死に頑張ってるからいいプレーが出るしいいプレーが見れるしで本人たちが必死に頑張ってるからこそそういった選手たちに負けないように応援している選手も頑張るしこれがささ大して頑張らなくて優勝できちゃうんじちょっとつまんないんですよね。はい、だからって言ってまあアン・ソンジュとかさっき出ましたけどね。 やっぱりそういう韓国選手が強かった時代っていうのは、まあ、その選手たち負けないようにって必死でやってたから今があるわけでねまあ必死でやってる選手盛り上がらないからも頑張らなくていいよって言ってるように聞こえてしまうのはちょっとゴルフ愛が感じられないですね、まあ、自分の好きな選手だけ頑張ってくれればいいっていう感じでしょうかね まあそういう選手の方が多いか。選手というか、そういう人の方が多いかな。はい。ゴルフやらない人なのかな、多分ね。ゴルフやってたら、この、なんか、あの、岩井明恵ちゃん本人が人間的にそんな、こう、あんまり好きなタイプじゃない、あの、選手であっても、技術がすげえなとは、絶対思うはず。ね私もシン・ジェ選手、そんなに好きな選手ではないけどね。はい。プレイ遅いし。 あんまり好きじゃないけど、やっぱりね、あの尊敬できる面はたくさん持ってるっていうのはね、わかるし、上手いところもすごく、ね、このショットとかあ、上手いなっていうのはあるから、お伝えしたいとかもあるし、まあ他にね、まあ、前、あの嫌いな選手とかって言いましたけどね、そういった選手でも技術面がすごいなというのはお伝えしてるはずなので、うーん、なんて言うんだろう。 まあ、盛り上がらないから、何なのと別にいいじゃない。本人一生懸命やってるんだし。それに、あの、応援してる人もいっぱいいるしね。まあ、伊佐マットさんが好きじゃないっていうだけでしょ。岩井明恵ちゃんめちゃくちゃ応援してる人いっぱいいますからね。いや、その人たちを敵に回さない方がいいかなと思いますね。はい、私は敵に回したくないので、あのー、岩井明恵ちゃんの あのいいところを見たいと思いますね。それから、えー、最後ですね、ヒロンさん。ヒロンさんじゃないや、エボシじいさんか、えー、リゾートトラスト結果を見ての感想を言えば、勝ち方を知っている選手とそうでない選手の差が出ちゃったなでしたね。えー、でも、金沢選手、本人の性格なのかどうか分かりませんが、プレーが淡々としていて、絶対に勝つぞという雰囲気が出てないように見えたのは私だけかな。はい まあ、サクちゃんと一緒ですよね。そういう性格っていうか、前からそうなんだと思いますけどね。これから変わってくると思いますよね。まあ、明らかに変わっている途中みたいな感じじゃないですかね。まあ、それがまた、シンジェイ選手と一緒に、まあ、シンジェイ選手に教わって、合宿でまあ一緒にいろいろ教わったっていうのも入ってくると思うんですけどね。まあ、 なんて言ううだろうああやっぱりあれかなあの私は中途半端な世代なんですよ私より上の世代ってねこういう根性論が好きなんですよね私の師匠もそうだけど絶対に勝つぞっていうこの気持ちの入った選手が好きっていうね人多いですよ私のあのゴルフ仲間でもなんかあの朔ちゃんみたいなタイプは もう何も考えてない、淡々とプレイするっていうのはあんまり好きじゃないっていう方多いんですよ。私の年上のね、70代、80代の方は、そういうふうに思いますよね。まあ全員が全員じゃないけどね、人によると思うけど。だから、その絶対に勝つぞっていうあの,のが出てないのがいけない、この選手は、みたいなね。 体力活動ってていいいうののがが出てなな方が多くないですか今時代が変わってるんですよね。だから私もね、注意してるんですよ。もう、あの、安定を求めやすいんですよね、人間ってね。体棚に生き物なので。だけど、変わってるんですよ。どんどんと、周りは。それにね、ついていかないと、情報を取り入れたり、いろいろ話してみたりとかね。 だから若いことも話すし、まあ20代、30代のことにしょっちゅう私は会社のね、同僚と話しますよ。いろんな情報を受け取ったり、興味のないことも聞いてみたりして、考え方、あ、最近の若い子こういう考え方するんだな、という、びっくりすることがたくさんありますね。なので、今の、あの若い子たち、 まあ可愛い子増えたけどね、絶対勝つぞっていうね、なんかそういう雰囲気を持った子って少なくないですかで、勝ってるでしょ実際に <laughs>。今そうなんですよ。今の若い子の世代って。なので、まあちょっとある程度の年齢からこうパーンと、ちょっと意見が分かれるところはありますよね。 だから、あの、上田桃子ちゃんなんかが言ってましたよね。久しぶりにいい目をした子が入ってきたぞ。って言ったのがサウ、最後、真央ちゃんですよ。最後、真央ちゃん、そういうタイプじゃないですか。絶対勝つぞっていう雰囲気がもう、もろ出てる選手じゃないですか。まあ、その逆ですよね、エッティはね。絶対勝つぞっていうふうに見えないじゃないですか。淡々と無表情であのプレーして、クちゃんもそうだけど。はい。 だけども同じ仲のいい西村ゆなちゃんなんかはそういうタイプですよ。あの、なんか感情を表に出すタイプだから。絶対活動っていうのがまあありありと分かるようなプレーをしますよね。なので、まあ、どっちが好きかとか、そういうのはあるかもしれないけど、うん、なんかちょっと違うんだよね、今ね。変わってきてるんですよ。そういうのも、あの若い子を見て、ああ、変わってきたんだなぁ。 っていうにあに感じ取ったらいいんじゃないかなと思いますけどね。自分に合わせろじゃなくてね。私はね、それ注意してますね。まあ私も分かりますよ。そういう気合いの入った選手が、あの、ちょっとね、そういう気持ち足りないんじゃないのっていう思う部分も,も私もありますよ。ありますけどね。今変わってきてるんだなと思いますよね。思うようにしてますね。<laughs> はい いくら3日間良くても最終日にそれ以上のゴルフができないと勝てないんですよ。それは今までね。今まで。勝てないんですよ。じゃなくてね。絶対ね、活動っていう雰囲気出さなくても、8日間で勝ってる選手いっぱいいるからね。一概に言えないんだよね。 岩井姉も見た目ほど楽勝の気はしなかったと思っているんですけどそして武田竜ちゃん本当に本当この子すごい終盤の追い上げは素晴らしいものがあった岩井姉も終盤伸ばしてなかったらプレイオフもあったかもしれないまた夢かデラックスちゃんはパットを決めない決めきれないところに課題があるかな途中のチャンスを決めることができていたらきわどい勝負に持ち込めたかもしれないいやーこれ イメカデラックスだけに限らないですよね。最後みんなパッドだから。<laughs> 勝ててない人、最後パッドだからみんな。みんなパッドですよ。課題があるかなじゃなくてね、課題がない、パッドに課題がない人いないから一人も。あのね、パッドの名手と言われてる鈴木愛ちゃんでも、パッドが課題なんですよ。課題どころじゃないですよ。もう本当にね、そこが命ですからね。プロゴルファーは。 はい、まあちょっとねうんちょっとなんだろうなわかんないけどねまあちょっと考え方の相違かなと思いますけどねはいまあい,いいでしょう <laughs>、はい、みんな課題があるから練習するわけでね,ね課題がない人はいませんねパッドが決め,られ決めきれないから優勝できない それは全選手に言えることでね。パッドがうまい選手でも決めきれないから優勝できないっていう試合なんですよね。はい。優勝した時は決めきれたから優勝してきたんですよね。だからいつも笹生優香ちゃんがコメントで言うでしょ今日はパッドが良かったので良かったと思います。良 <laughs> かった時はパッドが入った時なんでね。パッドが入らない時は成績悪かった時なんでね。ただそれだけなんですよね。 パッドが決決ままるかからないかないんですよ、はい、それが大きく差が出るのは 5m 以上のね長いパッドをボンボン決めた時はあれはもうあのそれもそういう日だったと、うん、もうラッキーというかねそういう長いのが入る日だったっていうかねありますけどねまあそういうことです <laughs> はい答えになったかな 松田ゆめのちゃんは最終日崩れてしまったのが残念ですが本人として、えー、遥か先を行ってしまった古江西村吉田に追いつくための g、えー、法を築くことはできたと思うでしょう小林夢川のダブ W 夢ちゃんは、えー、ポテンシャルの高さを随所に見せることができたので次に期待しましょうと,、ねはい、ということでこのチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもねいろいろな動画をアップしています このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでね、チャンネル登録っていう下のボタンをね、クリックしておいてください。ではまた。